This supports your health. 今日はとっても美味しいごぼうをメインにしたスープを作ります。便通を整えて生活習慣病、大腸がんの予防に効果があります。血糖値の気になる方にもおすすめです。材料はごぼう、人参、玉ねぎ、豆腐、じゃがいも、オートミール、豆乳パウダー、マギブイヨン、水、牛乳です。じゃがいも、人参、ごぼうは茹でておいてください。昆布と鰹節の出汁があれば水の代わりに使ってください。より美味しくなります。ごぼうは皮に食物繊維が多く、腸内環境を整える効果があります。ごぼうの種子を乾燥したものは漢方薬ではごぼう酒と呼ばれ、日本では医薬品として風邪薬などに使われています。玉ねぎはポリフェノールの一種であるケルセチンという成分があります。血管をしなやかに、血流をサラサラにします。オリーブオイルで炒めておくとさらに美味しいスープができます。豆腐は大豆から作るので植物性タンパク質がたくさん取れます。他にもビタミン B1、E などを含んでいます。日本では畑の肉とも呼ばれています。ミキサーで攪拌した後、電子レンジで2分温めてください。Please remember your lovely life. May your life be enriched.